これまでのおさらいですけれども、まず1回目の動画でパート1の動画では、こういう形でやりました。でこの時にも一応上流はできたんですけれども、2つ問題点がありまして、1つは、ここからですね蒸気が結構漏れちゃってたということで、回収率があまり良くなかったってことと、ここのですねボトル、空のボトルをこの水につけて冷やすときにこれがプカプカ浮いちゃうので、かなり、あまりこのこっち側があんまり良くなかったというところが、挙げられます。でこの次の回でですねパート2で、こういうシステムにしてみました。これは、同じようにここで蒸気を、水蒸気にした後にここでですね銅のコイルで水を循環させて、 USB のポンプを使って循環させてここで冷やして蒸気を水に変えるという作業をしました。これもまあできないことはないんですけれども、あんまり効率的なやり方かっていったらそうちょっとそうは言い難いなという結果でして、その時に考えてたんですけれども、もう一個ですねここ自体をまず冷やしてやったらどう、水で冷やしてやったらどうかっていう考えで、今回こういうことを試してみました。これはですね、ここに来た銅のコイルを水にそのまま直接つけてやって、でここから出してやってすで、に水になってるものがポタポタ落ちていくと、これが一番スマートなやり方なんじゃないかなと思って、試すことにしました。銅のパイプはこういうふうにね、曲げます。急に曲げるとこれペコッと折れ曲がっちゃうんで、気をつけた方がいいと思います。この鍋なんですけども、ここに穴を開けて、出口の部分ですね、ここを、こうやって通してやって、こういった形で上がってきた蒸気が、下のここで水で冷やされてここから出ていくと、ここの出る部分は水でパテで埋めたいなと思いましたんで、この水でも大丈夫なパテで、塞いでみたいと思います。これ面白くて、この緑と白いのやつをこう混ぜていくんですね。こう混ぜると練っていくと、この緑がどん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 色が落ちて白くなってきます。多分混ざったことをちゃんと確認できるためのものなんですけれども、すいません、これ両手でやんないとできなくて、カメラは片手に持ってたので一回カメラを置いて、これらの隙間を埋めました。そして、ペレットの仕様にしたロケットストーブで火をつけていきます。これちょっとアルコールに染み込ませた、グラスウールでアシストすると結構よく燃えるってことが分かったんで、これも使えるかなと、思います。15分ぐらいですかね、かなり沸騰してきました。ここで、まず蒸気の出てくるのを確かめたかったんで水入れてなかったんですけれども、水を入れていくとその蒸気は消えて、水になってポタポタ落ちてきます。これをですねちょっとペットボトルで拾って、様子を見てみたいと思います。かなりこれ今まででやっぱ一番スマートでいいですね。これがこの方向が一番いいかなと思います。ここ触っても全然熱くないし、ただしその代わりこの水の冷やしてた部分がですね結構温度が高くなってくるので、これは、その水を取り替えてやる必要があるかと思います。理想的にはですねここの水を今度上流に持ってってやれば、十分加熱した状態で熱が効率よく回せるかなと考えられますが、今回はねとりあえず水入れて冷やします。銅管の周りだけはねちょっと温度高そうですね。でかなり火力を上げてくるとですねここの出てくる水が結構、多くなってきますね。
ちなみにね、このボトルもう2本目です。結構早く、蒸留できたかなと思います。最後の方になるとね、なんか変な音し始めますね。まあ最終的にはね、何も出なくなって音もなくなって、終了になります。まとめですけれども、使った水 865g に対して、約70分で蒸留を終えることができました。この時間っていうのは、火加減によるものもあるので、この蒸留のシステムによるものではないんですけれども、だいたい70分で 830g の水を蒸留することができたと。で、得られた量と使った水の量を考えても、回収率としてはほぼ丸々持ってこれたかなと考えております。で、残った水もほとんどないので、最後まで水を完全に水蒸気に変えることができたということになります。パート1でもですね、こういったまとめを出してるんですけれども、あの時はちょっとロスが多かったり、いろいろ装置があんまり良くなかったので回収率としても半分ぐらいだったんですが、今回のやり方だとかなりスマートにですね、蒸留が行われたので、今回はこれで良しとしたいと思います。今後はですね、もう少し形を整えて、スマートな蒸留装置を作りたいなと思ったんですけれども、その前にですね、これを使ってもっと遊んでみたいなと思いまして、いろんな飲み物やら何やらを、蒸留して様子を見てみたいと思います。今回は大成功です。お疲れ様でした。